ルールを作るのが国会です。そうだ。法を犯す者は法を犯すべからず。総理と私は同い年、しかも93年の統一高校。立法府に属するメンバーが80人以上が裏金を受け取っていたと。立法府の存在意義が問われていると思います。ルールを作るのが国会です。法を犯す者は法を犯すべからず。法を犯す者は法を犯すべからず。その精神がどうなっているのかという、私はデモクラシーの危機だと思いますので。